海南鶏飯は、茹で鶏と、その茹で汁で調理した米飯を共に、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、タイなどの東南アジアの庶民料理、屋台料理である。日本語では、海南チキンライスや、海南風、チキンライスなどと訳されている。現地では、専門店や屋台で食べることができる、庶民的な定食の一つで、香港の茶山町やマレーシア料理店などでも、一般的である。 マレーシアでは宗教上の理由で牛肉や豚肉を禁忌とする人が多いのも鶏肉料理が好まれる背景である。鶏の油で炒めた白米を鶏を茹でて取ったスープで調理した軽油飯と呼ばれるご飯に茹でた鶏肉のぶつ切りが添えられ多くの場合蒸気のスープと共に供される。鶏肉の旨味がご飯につけられあっさりとした上品な旨味が特徴である。 鶏肉の油分がゼラチン状に固まった食感を楽しむ料理なので調理後に冷ました鶏肉を使用する現在海南東文章の名物となっている文章鶏とは似ているが別の料理である香港台湾シンガポールタイなどへ移住した海南東出身者の家境が海南東では昔から農家などで家庭料理として食べられていた鶏肉と米飯の料理を故郷の料理として伝えてきた シンガポールのチキンライス有名店、天天海南トリハンマレーシア、シンガポールでは、ショッピングセンターのフードコートなどではよく見られるため、マレーシア名物あるいは、シンガポール名物という紹介のされ方をすることも、少なくない。それぞれ独自の味や食べ方に波及しており、土着していると言える。顔漫タ体チェンマイタイでは、顔漫画として知られている。顔は、ご飯、貝は、 鶏肉を意味する。いずれも、使用される鶏肉は、タイの旧国名、シャムに由来する、軍系肉が主流であり、また米も、タイで生産された、タイ米であることから、素材の生産地から見ると、タイ料理として位置づけられているようである。タイ国内ではこの顔ンガイ専門屋台が多数あり、見た目の素朴さだけではわからない、奥深い料理方法や、秘伝のタレを競い合っている。また、 日本人の口にも合う料理として、東南アジアを旅行する、日本人旅行者の間でも大変人気がある。ベトナムのコムガーの一例、ウィキメディアコモンズには、海南リハンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。